はい、じゃあ会場取ります。間に一人入らさせてください。はい、3800、もう一回。はい、いいよ、3800。はい、じゃあ顔こっち向いてくれる。ポチちゃん、目手術しましたっけ、この子。そうですね、目手術しました。この右目、右目、うん、ちょっとお口の匂い、もう歯ないね、あんまり。ないね、抜けちゃう。うわ、すごいね、匂い、うん、これはもう歯周病です。そうですね、うん、くしゃみとかしてます？してます。いつからしてます？結構前から、ね。結構前からしてる。だから鼻水と目やには。結構前から。で、口が臭いなっていうのは、ここ2ヶ月ぐらい。そうですね。はい、だいぶきつい。ちょっと身体検査をやめて。こっちは相当匂うね、これは。たださ、15歳だからさ、そう。どう見てたの？積極的な子。15歳。15歳でしょ？で、一緒に生まれた猫が、うん、やっぱり口があれで、歯をちょっと抜いたって、やっぱりうちもそうだねって言って、うん、何歳で抜いたの？あ、この間だから一緒に生まれた。一緒に14歳で、うん、麻酔かけて、うん、麻酔かけなきゃ抜けないよね。怖いよね、14歳の子麻酔かけんの。お水の飲み方はどうです？増えてません？変わらない昔と。結構ちょっと増えたかな。増えてますね。あのね、猫長生きじゃないですか。で、長生きな猫ちゃんってね、慢性腎臓病なんか多いんですよ。そうするとね、あのお水の飲みが増える。そうするとおしっこが薄くなってくる。猫のおしっこってすごい濃くて臭いんですよ、若い時は。それがあの慢性腎臓病だとたくさん飲むから、おしっこがたくさん出て薄いから、そんなに臭くなくなるんですよね。ただ外でしてると分かんないですよね、家の中のトイレでしないとね。それはよし、ちょっと脈、あの内股でさ、脈を触れるんですけど、はい、あの脈圧がすごいしっかりしてるというか高いってことは、多分血圧が測れたら血圧が高いかもしれない。 すごい分かりますもんね、この子。あ、うん、こうやって本当明らかに脈がトク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 っていうのが分かりますね。ただずっとこの子が調子にして、1日2回しか外に出さないので、調子にします。たまに休みの日にしてると、水槽の前でずっと一緒に。え、すごい、この子ゴロゴロ言ってんの。ちょっと待って、ゴロゴロ言ってると聞こえない。ちょっとだけ目移りしてから、ごめんね、ちょっと嫌なことしいです。ゴロゴロ言ってるとさすがに聞こえないんだよね。はい、ちょっと目と鼻にね、どっちにちょこれ入れるからね。痛くても中に入れないから。よいしょ。ごめんね。ちょっと白内障もあるみたいな。うん、はい、ゴロゴロ止まったかな。ごめんなさい、今アルコールをちょっとだけ鼻にスプレーしました。食べた後にカッカッってやるんですよね。すごいね、心臓の音は割といいですね。雑音はない。内障というかさ、目の表面がちょっと、目の表面って角膜っていうんですけどね、ちょっと明るく顎の下もいて、目の表面が少し曇ってるんですよ。曇ってるね、うん、右目の明らかにちょっと濁ってくる、うん、だけどレンズ、あの目の奥にレンズがあるわけですけど、レンズは普通ですよ。そ
だから目の表面の角膜がちょっとこう白く濁ってるというか白くなってますね。右側ね。はい、じゃあこれね、どうしましょうね。本当にやろうと思ったら歯が抜けていっちゃいますよね、もう、うん、一番はやっぱり肝臓とか腎臓とかね、体の中のことを調べてから治療するのが一番効果的です。でもそれしようと思ったら入院しないとできないですね。それからこの場でやるんだったらこの場でちょっと点眼点鼻薬をさしたりね、少しご飯、あ、そうね、とりあえず外用薬さして体の血流を良くするような治療をして一回様子見てもらって、その口の中もそうで、口の中にやることも一応やる、お口の中に入れる薬とかさ、あ、そういうので、うん、そういうのもあるんでやってもらって、だけどもし受けれたら、でも今って多いんですか、甘し、あ、甘し、もう高速でね、20分、午前中に来れるんだったら午前中に来て夕方まで置いてほしいんですよ。そうすると検査できるから。そうですね、うん、で今日はちょっとその治療だけして、でまた改めて受けれたら検査受けてください。それから預かってもいいなら、今日口内炎はなってないですか。口内炎はひどいですよ、ひどいそんな苦手な、すごいよね、うん、でそれにプラスね、慢性腎臓病が絡んでる可能性があるんですよ。だからあの血液取ったりとかおしっこ取ったりとかでちょっと調べて、どういうレベルかっていうのを見た方がいいかな。それともう一個、甲状腺も正常じゃないかもしれないからということなんですけどね。どうしましょう。入院した方が早いですか、うん、だから明日まで。この子ってさ、予防注射とかさ、打ってない打ってないここに薬つけたりもしてない。あ、手はやってます。一回先月やって、あ、一番最後フロントラインいつやってます？先月の20日前後。フロントラインはずっとやってるの？まあ、ちょっと毎月はやってないんですけど、でもまあ少なくとも4月の20日ぐらいに、そうそう、4月の20日にはやります。3ヶ月ぐらいに。そうだね、ちょっとじゃあとにかくちょっと 目洗います。これは蜂酸とヒアルロン酸が入ってる目ですよね。これをちょっと永田さん、ちょっと3番でさ部屋作ってもらって、で吸入できるようにして、吸入と酸素と、すごいねこれ、鼻がね塞がっちゃってますよね半分。あ、そうですか。なんか出てきた。くしゃみするとバーッと鼻水と鼻が出て飛ばしますよ、ね、はい、じゃあ次インターフェロン。これはインターフェロンってね、ちょっとウイルスを弱らせる薬です。目と鼻にね、いいよ、ごめん、嫌だよね。次は今度お口、これもインターフェロン製剤で、歯周ポケットの悪玉菌を弱らせる。これはね、4滴ぐらい。美味しいでしょ、これは。3、4と。はい。それから、デンタルケアは、多分嫌がるからちょっとしかやれんと思いますけど、撫でる程度に、ちょっとだけ。はい、ごめんね。舐めるだけ。じゃあ舐めるだけ、舐めるだけ、そうそうそう、舐めるだけ、上手上手、嫌だね、何やって、ごめんなさい、この味結構好きな子多いんだけどね、まあでも、いや、ついちゃった、外産作っといて、オール検査と治療。手袋もちょっと自分でできない。まだこの口で手袋したら余計、あの口内炎もあるからさ、そのネトネトがで体について余計体がネトネトになっちゃいますよね。はい、それともう一種類ね。これは抗生物質です。
ごめんね、嫌だよね、そんなの。スノーが入ってたね。これも抗生物質なんですけどね。はい、ちょっと抗戦勝者ちょうだい。100の1分でこっち回して。この子っていつも何食べてます？ドライフードと缶詰。どこのやつを使ってるんですか？缶で売ってるやつなんですけど。本当、今持ってませんよね。持ってない。名前わかります？ピュアワンだったかな。あのドライがピュアワン、ピュアワン。缶詰は循環。循環ね。あの魚のフレークみたいなやつ。そう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 。ドライはドライだけども食べるわけ。毛玉ケアをプラスして。あ、毛玉ケアも食べてるの。うん、毛玉ケアってあのヒルズのやつじゃなくて。ヒルズじゃない。あ、じゃなくて。もう一回ドライの名前もう一回言ってください。ピュアワン。ピュアワン。ピュアワンと、まあ、どっかの毛玉ケアね。どんな割合で食べてます？ドライと缶詰。今あんまりドライ食べない。ドライは少ない。少ない。缶詰がしたい。まあ、そうだよね。口が痛いからさ。そうかも。なかなか食べれんよね。書いちゃうからな。ちょっとこれ保湿剤と。ない。食べてる。お肉溶かして、もう一分ね。さっと染んであと。で、これがね、あの人間のね、首が痛いとか腰が痛いときに当てて血流良くして痛みを和らげたり、それから皮膚病とか、まさしく口内炎ね。要は血流を良くして炎症を抑える薬なんですけど、それをちょっと当てさせてもらいますね。口とそれから鼻もね。今日は最後ご飯のいつ食べてます？出てくる前だね。わかりました。じゃあ検査は明日の朝からやりますね。どうせやるならご飯食べてない状態でやった方がいいんで。で、夕方までには大方の結果が出ますから、5時から7時ぐらいの間に来てもらっていいですか？結構この口もだけど 鼻とか鼻水は長いね、経過がこの感じは。はい、わかりました。じゃあちょっとよく調べてね、あのこの子に合った治療をしたいと思いますんで、じゃあお預かりします。